それでは分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。コーチン、コーチーよろしくお願いいたします。えー、っとです、ね、私の方からは、えー、観光振興対策について大きくお聞きしたいというふうに思っております。あのまあこれ言うまでもなくなんですが、えー、まあ京都市の基幹産業である、えー、観光関連産業、まあこれはですね。 京都市経済にとっても非常に重要であるというふうに認識しております先ほどもちょっと議論にあったんですけれどももう一度お聞きしたいんですが観光消費額と資税収入の関連性というのはあるのかないのかもう一度お聞きしてもいいですか上垣部長 はいえー、消費額と税収効果の関連性というところにつきますとあの我々が試算している中では観光客が市内で使った金額というところで1兆2367億円こちらは令和元年の数字ですけれどもそれ,はそ,れと出しそれはそれとして出しておりましてで別途観光による税収効果として390億円というのを出しておりましてこちらにつきましては えー、観光庁が出しております旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究の手法を参考に、独自推計しているものでありますので、えー、っとこの消費額と税収効果、別々に出しているものですので、えーかんえー、その関連性があるのかないのかというところには、あの明確にお答えできないというところです、独自にそれぞれ別途出しているという個人。明確にはまあ言えないと。 ただ、観光まあここまたあの統計というかですねあのそこに本当に関連性がないのかというのは京都市としてまあ大事な基幹産業なので理解しておく必要があると思うんですけどその観光承認額が上がっていくことと市税収入はおそらくその総額で言えばちょっとまあ比較できないと思うんですがその観光による先ほどの税収みたいなところは関連性があるのかないのか。これれはですねまああのいずれちょっと、まあ あのその関連性については、えーまあ、はっきりと、えー、できるようにしていただきたいというのは、思うところではあります、あの今ここであのお答えしてくれとは思いあの言いませんけれども、えー、でなければ、その観光消費額であったりとかその、えー、それが観光税収につながらないということになれば、じゃ何のためにその施策を打っているのかという、その根本的なところにも関わってくると思うんで、 またいずれあのお聞きしていきたいという,ふうに思いますが何かか。ありまますすはい、どうぞ。上垣部長。あすいません、えっと消費額と観光。消費額と観光による税収効果は別々に出しているというところでございますけれどもかあ,のあくまで我々が出している税収効果390億円というのは観光による税収効果というところで出しておりましてこれは、市税収入の12.8%を占めているというところですので。あの えまあ観光というと、非常に裾野が広い産業でございますので、それを合算しますと、観光による税収効果として、われわれが持っている数字としては390億円というのがありますということになります松下室長えただいまちょっと答弁申し上げましたのは、あくまでもその統計上、こちらが上がったらこちらが上がると、そういう関係にはないということでございまして。 あの我々としては今、書垣部長の方から答弁いたしましたとおり、観光産業というのは非常にすそ野の広い産業であり、そこがまあ上向くことによって、その他の産業に当然、好影響を与えると、そういうことでいうと、当然、資税収入も上がると、こういうような関係にあるものと、あくまでも統計上の,あの数値としての,あの出し方の問題であって、当然。 あの観光産業というのは非常に重要な機関産業であるとこういう認識に立っているということでございます。コーチンはいわかりましたあの産業観光局さんとしての認識はわかりましたありがとうございますあのですね、えー、まあ参考としてなんですけども、えー、例えばあの実質市内総生産あの中でまあ令和元年度これまでちょっとコロナ前だと思うんですけどまあこれはあの六兆四千九百三億円だったと。 でコロナ影響が出て令和2年度、これ6兆923億円になって、えーまあ、その中で、えー、特にまあ大きく影響を受けましたその宿泊、飲食、サービス業の市内総生産、これ元年度が2228億円で、2年度が1312億円ということで、まあ、総生産的にも900億円からまあ1千億近くこれ減少して、対前の日年比でマイナス41%と。 いうふうな数字が出ておりますんで、まああので、そういうふうなその関係性であるんだろうというふうに私も認識をしております。えー、それでですね、<laughs> まああの8月にこれ発行されました冊子みんなで作る京都観光にもいろいろさまざ、あ、まなこの観光の影響についても書いていただいております。えー、そのの中でででですすねね雇用面も 15万3000人が観光関連産業で働いておられて5人に1人が観光関連産業で働いているというふうな数字が載っております先ほどもありましたけれども京都の経済活動のうち観光産業が占める割合これ12.4%ということで全国が平均が4.6%に対して2.7倍という数字があるということでございます で先ほどもこれもありましたけどもまあ観光予算13億円使っていて税収効果390億円あったということでこれまあ資税収入12.8%ということでございます、えー、ですのでまあ課題もちろんありますけれどもまあ改めてその観光産業がどれほど京都市にとって重要か他都市と比べても今意義は大きいというふうに言えると思います えまあこれはね先ほどあのまあ別の委員があのおっしゃった見解とは真逆になるんですけれども私はまあそういうふうに思っておりましてえまあ宿泊税一つとっても2019年これ42億なのが2021年これコロナの影響を受けて16億円まで下がったということもありますのでまあこれ、現に税収にも直接影響が出ているという,ふうに言えるというふうに思っております。市市内経済ににおおいいてての観光が京都市において、まあ 今、ちょっとお答えいただきました、どのような位置づけかというところは、非常に重要な位置づけであるというふうに言っていただいているんですが、その位置づけのもと、どのような考えで、この令和4年度の施策をです、ね、展開されてきたかというところを、お聞きしたいいと思います上垣部長。はいえー、観観光光振興対策の中でさままざ例えば観光 課題対策ですとか様々やっておりますけれどもその中で2点ほどご紹介いたしますと例えば市内の需要喚起のために昨年度補正予算で実施いたしました宿泊観光推進事業というものがございますでこちらでは盆桜から秋の紅葉シーズンまでの閑散期に宿泊施設の稼働率の低い傾向にある日曜日の宿泊を対象にいたしまして市内の土産物店、飲食店等で利用できる3000円分の電子地域クーポン券を配布するキャンペーンを実施いたしました キャンペーンには約3万人が参加し、しクーポン券約8800万円分が利用されたところでございます。お土産物や京物の小売店など幅広い店舗で地域クーポン券が利用されまして、宿泊事業者やクーポン取扱い店舗からも公表の声をいただいており、苦境にあった観光事業者での消費に一定数つながったものと考えております。でまた、消費の関連で申し上げますと、昨年度から開始いたしました ビジネスマッチング事業、えー、ございますこちら京都ならではの自然ものづくりの魅力を生かした宿泊サービスの質の向上を図りまして京都経済の域内循環につなげるため伝統産業や農林業との事業者と宿泊施設をはじめとする観光関連事業者との、えー、ビジネスマッチングというものを実施しておりますでこちらは双方が課題としておりました顔つなぎや紹介がないとアプローチしにくいという点に対しまして 両者をつなぐ場を提供した結果として見込みを含めですが、二十九件、総額約一億二千五百万円の成功事例が挙出されております。以上です。コーチーはい、ありがとうございます。えー、まあつい先日の補正予算の方でもですね、主に三つの。 補正予算に関する魅力発信であるとか労働環境をです、ね、この業界のしてもらうサイトを立ち上げたりとか求人サイトの支援とかそういったことにこの9月司会の補正予算もちろん我々も賛成させていただいたんですけれどもそういうところに使っておられますで令和4年度も今おっしゃっていただいた施策展開されたんですけれどもあの ま、今回のその例えば、詳月い会の補正予算の3つの施策をとっても今年度の当初予算にはまあ計上されていなかったものです。それがまあ、あの様々なその考えのもとでこの令和4年あ、令和5年度の途中で。 補正予算ととして施策をされることになったとで令和4年度の施策も含めてですけれども、まあ、これどの分野においても言えると思うんですが、まあ、特にその先ほどから申しているとおり重要な一つの京都市の基幹産業という中でどの施策が何にどういったものにどういったふうに成果があったかあったかというのをしっかりと追っていっていただきたいということを改めて要望したいというふうに思っております。 えーまあ、なんとなくこの広く観光の施策について、まあ、展開するということではなく、えーまあ、観光の中でも環境なのか、えー、雇用なのか、えーまあ、お客さんを呼び込むためのものなのか、まあ、そういったところをです、ねまあ、より分かりやすくどういった目的のために何を使どれぐらいの予算を使ってどういう成果があったのかを ということをです、ね、より今後、選択と集中をしていくべき京都市の今の状況でありますから分析が必要だというふうに改めて思っておりますそちらについてはです、ね、より今,今まで出していただいているものよりもよりそういったものが分かりやすい成果物と申しますか分析結果をです、ね、施策と結びつけて示していただきたいというふうに思っているんですけれども おお考えをお聞きしたいいと思います上垣部長広く一般論で申し上げますと公共が行っている事業につきましてはやはりなかなか効果定量的に示すことが難しいものもございますだからこそ行政が事業として行っているというものもあるかと思います他方で先ほど申し上げましたようなビジネスマッチングですとか主格担い手支援ですとか そういったものは数字として出てきやすいものになりますので、こちらとしましても、どういう成果が出たかというところはしっかりと置いたいと考えておりますし、実際に投入した金額と、実際に出た結果というところを照らし合わせまして、しっかりと効果検証をしていきたいと考えております。はいコーチ はいあのーまあ、もっと言えばその、これだけの重要な産業の中で、まあ、令和4年の決算でいうと、観光、振興対策の決算額は、これ、7億約4千万、7億4千万ぐらいですんで、この投資額というのが、えーまあ、妥当なのか、えー、今の現状よりもう少し入れた方がいいのか。 もう少しあまり効果が見られなければ引いた方がいいのかその辺もですねあの合わせて特にこの観光産業という部門についても見ていただきたいというふうに思っておりますんでこちらもよろしくお願いいたしますであの先ほどもちょっとあの雇用の話も言いましたけれどもよくあの正規と非正規雇用で特にあのサービス業観光のこの分野においてもサービス業は結構 多いです、ねまあ、飲食であるとか宿泊であるとかそういった部門であの話題に上がることもありますけれども、えー、まあ私はですねこの,まあこの分野においての非正規、まあ、これパートタイムの,その労働者比率でいえば84.8%という数字になっているんですけれども、まあ、業種的にはある程度し仕方ない分野じゃないのかなというふうな考えを持っております。 あのその方が多分まあ雇用主的にもあの労働者的にもまあいい部分があるんだろうとそういう性格がある部門じゃないのかなというふうには基本的には思っております、えーまあ、そうは言ってもですねこの産業別賃金支給額というところを見るとその決まって支給する給与というところで言えばこれ平均がまあ24万5060円と。 最新のものもで言えばその金額になっておりますそれに対して、えー、この観光の分野でいうと9万、え、5958、ー、円ということでこれあのントツでちょっと出,出勤日数が少ないというのもあるんでこれ全然まあ単純には比較できないんですけれども、えーまあ、ここのですねやはりあの賃金であったりとか、まあ、担い手 というものが少なくなってしまえばこの基幹産業にやはりあの支障をきたすというふうに思っておりますでその中で、えー、観光の分野に対しての雇用対策としては令和4年度どういったその取り組みをされてきたかというところをお聞きしたいと思いますが大丈夫でしょうか、はい、上垣部長 え令和4年度におきましてはやはりコロナの影響がまだ強く残っておりまして、えー、宿泊事業者、飲食事業者についてはまだ余力があったというふうに、えーまあ、あの担い手というところについては、現在よりも比較的、えー、余裕があったというところで、えー、令和4年度事業としては計上しておりませんが、えー、今般、えー、今般補正予算において、えー、こちらの方を計上いたしましたのは、 えーえー、コロナ禍において営業時間短縮や、えー、休業容余儀なくされ、えー、従業員削減してき、ね、た中で、今回、需要が急激に回復してきたために、従業員数が戻りきらずに担い手不足が生じていたというところを踏まえまして、えー、今回の補正予算に計上させていただいたところでございます。で正職化につきましては、えー、やはやり夏と冬の反差 これまでも時期の分散化を図ってきている中で大きく改善されておりましてこれは観光関連産業の雇用の安定化にもつながっているというふうに認識しておりますがあの議員ご指摘のとおり年間で繁忙期と閑散期の差が一定ある以上特に宿泊業界については弾力的な経営を行うためには多様な働き方も一定必要であるというふうに認識してございますなので今回の9月補正では宿泊 飲食業界の魅力発信のための特集サイトですとか動画作成と業界への定着化に向けた取り組みに対してごご議決をいいいたただところでございますコー賃金を上げる賃金を上げるという議論に結構なったときに、まあ、最終的には本当にあの、まあ、企業しかないんですよね、その行政でいくら、まあ、言っても最低賃金というのはまあ引き上げたりできますけれども、まあ、企業がまあどういう評価をその。 社員の皆さんにしてどういう賃金をやるかというのは基本的にはまあ企業は決めていくのでただまあ行政としてそのこの業界で,ですね観光産業に携わる人たちの働く人たちの価値をまあいかに上げるかという施策をですねあの今後まあより一層考えていっていただきたいと思いますし先ほど申しましたとおりまあ単純にその賃金が平均的に低いと言ってもまあそれは僕はあの えまあそういう業界でもあるというふうな認識も持ってますのでただあの働く人の価値をまあいかに高めるかというところを行政として何ができるかというところを考えていっていただきたいと思うんですけれどもそのあたり、もし何かお考えあれば上垣部長、はい、働く人の価値というところでございますあでまず初めにです、ね、先ほどあの令和4年度はあの担い手対策をあのそこまでやってこなかったとい,うということを申し上げたんですけれどもすみませんあの 今回の補正予算ぐらいの規模でとは、えー、やってこなかったという意味でございましてあの旅館用にですね OTA にあの旅館が乗せる支援というところをやってございまして、えー、旅館支援等はあの形状的にやっているところでございます。でえー、当然ですねあのその働く、えー、方々が、えー、自分たちの、えー 働く場所というのを魅力的に捉え、また自分たちのやっている仕事というのを魅力的に、自分たちが捉えるというのは非常に大事だと考えておりますので、そういった点で、今回、補正予算ので、あで魅力発信事業というのは計上させていただいておりますし、こちらというのは今回の秋だけで終わりではなくて、継続的にやっていくべきものであるというふうに考えております。コーチン はいわかりました、まあ、あの補正予算の時のにも多分、あの議論あったと思うんですけど、まあ、今後そこは、あのまあ、単年度というか、今回の補正予算でだけで終わるんでなくて、えー、これ以降もまあ考えていくということでありますんで、えー、よろししくお願いいたしますぜひあのこの機関産業に携わっている人たちの,です、ね、その価値というものをあの、しっかりと評価してあげあのい,ただきいただきたいというふうに思っております。 であ,とです、ねまあ、あの同じ雇用のことで申しますとえどうしてもまあ担い手不足これはまあ人口減少していくので、まあ仕方ないことです。えー、ある一定の,その働けるその生産年齢と申しますかその年齢の方々がその少なくなってきているので、まあ仕方のないことだと思うんですけれども、まあ、その中でその高齢者の方々をですね まあどういう形でそのまあ担い手の一人になっていただくかというのはさまざまやり方あると思うんですけれどもえまあすでにこの高齢者の方々を含めた労働参加率というのがまあ日本では結構まあ高い水準になってきていると思うんですけれどもえまあよりこの人口減少をしていく中でえその高齢者の方々にも 人手というものを求めざるを得ない状況になっているというふうに思いますし逆に、まあ、働きたいという方もまだたくさんおられるというふうに思っておりますこの担い手確保の部分とある種そのなんて申しますか雇用その高齢者対策ではないですけれどもそこをですね結びつけて担い手確保をしていくと。 いう考え、まあどういうふうなですね考えのもとこのまあ観光分野についてやっていくお考え、まあ政策を持っておられるのかという部分についてお聞きしたいと思います。はい、上垣部長。はい、えー、高齢者の雇用との関連でございますけれども、まああの先ほども申し上げた通り。 やはり弾力的な経営を行うためには多様な働き方も必要であると考えますでそこの中に高齢者シルバー人材が入ってくるということもあると思いますでそれにつきましてはやはり宿泊事業者ここの、えーまあ、担い手ニーズといいますか人材ニーズというところがあるかと思いますのでこちらの市役所、えー、京都市の立場としてあのぜひ高齢者を推していくとかそういうところはないですけれども。まあ、あの 我々といたしましても、宿泊事業者の業界の方々と日々お付き合いがある中で、ニーズを吸い上げまして、それの後押しができるようにしていきたいというところでございます工<人>あの宿泊業でありますとか、観光の,そのサービス業の分野というのは、わりかしその高齢者の方々もその活躍できるような業種というか、そういったお仕事がいっぱいあると思いますんで。 ぜひまあそこはですね、今後のその高齢者率を考える上で、あのまあ観光と結びつけて、よりこう具体的な政策をですね、産業観光局としても打っていっていただきたいというふうにあの個人的には思っておりますので、ぜひともそちらの方もよろしくお願いいたします。それで質問を終わりたいと思います。進行いたします。小島委員。 小島委員よろししくお願いいたしますえー、私からまずあのお伺いしたいのが、まあ、この行財政改革だったり、えー、行財政改革の中でですね、まあ、補助金の見方について一定変わってきてるなということを感じてましてまたまあ共感をしてるんですけれどもつまりは 私は補助金が補助輪になってはいけないという言い方で申し上げてきましたけれども、つまりはずっと補助金がありきのままで営業していって、またその業界がそのままずっと続いていってしまうと、補助,補助輪をつけてずっと走っていても、いつまでたっても自転車に乗ることができないようにです、ね、補助金が慢性的なものになってしまっている、まあ、こういった補助金については見直していこうということで、この行財政改革というものを取り組んでこられたなと思うんですそのあたりの所管についてはあの共、共通というか、共 認識は同じでしょうか松下室長、えー、補助金につきましてでございます我々といたしましてはやはりそれぞれの事業者の方々が自立化してあの政権を立てていただけるとこういうことが何より重要であるというように考えているところでございます従いまして当初予算まだ補正予算で計上させていただいている 事業につきましても、そのとき、一回りありお渡しすればいいということではなくて、えー、それを、えー、当該事業者の方の次年度以降の取り組みに生かしていただける、あるいはその取り組みの成果が、その業界、あるいは他の業界も含めて、さまざまな事業者の好事例として受け止められて、そういう、えー、幅広いつながあの広がりを持っていくと。 こういうようにすべきものと考えてございます従いましてこれまで我々が補助金ということで補正予算等々でえさせていただいたものにつきましても好事例の発信等々と合わせてえ実施させていただいているところでございます以上でございます小島委員 ありがとうござい,ます、えー、いろいろあの実際の制度を見させていただく中でもこの間、またまあコロナというのもありますけれどもいろいろあの変わってきているなということを感じておりますので、まあ、大きく言いますと、まあ、2点、まあ、1つは商店街についてということで商店街支援についてということで質問させていただきますけれども。 まああの少しちょっと根本的なところで、我々私も含めて、日本人、商店街については、幼い頃から親しんできて、また地域に商店街があってということですので、当たり前の存在で守っていこうという、こういう機運については理解しているところなんですけれども、改めて、あえてこの商店街支援にしっかりこの力を入れていくということについて、前提としてはどういったことがあるんでしょうか、簡単に教えてください。野口室長 はいいありがとうございます、えー、商店街振興でございます、えー、商店街につきましては、えー、単なる、まあ、あの商品を売り買いするという場ではなくてですね、えー、地域のにぎわいづくりとか安心安全、街の美化、文化の継承、子育て支援、地域福祉など、えー、多面的な役割を担っておりますので、えー、地,地域コミュニティの核としても非常に重要と捉えておりまして商店街振興をこれまで、えー、力を入れてやっております。以上です小島委員 ありがとうございますおっしゃるように商店街というのは多面的な役割があって、まあ、今おっしゃっていただいた、まあ、子育て福祉とこのあたりだいぶ、まあ、あの遠巻きな役割になっていきますけれども、まあ、中でも一番核になっていくるのは地域コミュニティ的な役割ということでおっしゃっていただきまして、まあ、一方で先ほど補助金の話でもあってまた産業観光局ということですのでやはり産業として商店街がどのように発展していくかここについて応援していくというのが主眼ではないかなとこのように思っておりますが、まあ、この 何を目指して産業観光局として支援するかということを見させていただく中で、おそらく先ほど井上議員からありましたけれども、今、3つの方向性で支援のプランが出ておりまして、まあ、1つはまあそもそも商店街を施設としてハードとして守っていくと。 いう支援とそしてもう一つはコミュニティとして周りと含めて応援していくということそしてまた一番最近で出てきたのがキャッシュレス DX チャレンジということでデジタル化に向けて応援していくとこの3点なんですけどもまあ大きく分けたら地域地域として地域コミュニティとして支援する方向そして産業として発展する方法ということであるんですけども特にこの ショキャッシュレス化ということについては、まあどういう方向でこの商店街について捉えて応援していく方針なのかこのあたりちょっと教えてください。野口室長。えまあコロナをへへ経てですね、あの消費者のまあニーズライフスタイルもえ多様化が進んでおります。えー、まあそうした中でえまあキャッシュレス化デジタル化を進めるということで、まあより一層商店街にえしっかりとえまあ ビジネスとして継続をしていただきたいそのような思いでこのキャッシュレス DX チャレンジ支援事業に取り組んでいるところでございます以上です小島委員ありがとうございますなかなかこれ実際の店舗の希望感だったりまた働いておられる方の年齢層によってなかなかこのキャッシュレス化だったり難しいところは あると思うんですけどもおっしゃるようにこのえ購入の行動が変わってきてますのでキャッシュレス化等々必要だということでまあ今、持続化に向けてとおっしゃっていただきましたま一方、私はもっと一定踏み込んでデジタル化ということについて特にこの商店街については取り組んでいくべきじゃないかと要はもう皆さんがキャッシュレスで買われるからキャッシュレスやらざ,やらざるを得ないんだと。 いうことでではなくてですねもっといっそのこと商店街全体をデジタルでまとめた上で全体を1つの店舗としてですね捉えて細かなサービスを提供していくと。 いいうことについて今後輸送力というのが非常にに課題になってきます今ネットで当たり前にものを買ってくるというところですけれどもなかなかそれが今後逆に難しくなってきて一方でこういった地域のご商売というのが重要性を増してくるという、まあ、逆の側面になってくるんじゃないかなっていうことを予想する中でですね地域の逆に 買い物をしやすい、そういった店舗のまとまり、それがまあ商店街であって、そういった面をデジタル化で応援いただきたい、もっと一歩踏み込んだ、ですね守りのキャッシュレス、デジタル化ではなくて、攻めたデジタル化というものをやっていただきたいなと思うんですが、そのあたり、いかがでしょうか野口室長、えー。キャッシュレス支援事業につきましては、えー、商店街自ずからが、えーまあ、こういうデジタル化、こういうキャッシュレス化に取り込みたいということで、あの 実施してていいただいてるんです、えー、と例えばですね、w i f i の整備をされている商店街もございますし、デジタルマップ、まあ、デジタルスタンプラリーというようなシステムを構築されている商店街もございますので、まあ、あの攻めの、えー、チャレンジもしていただいているというふうに認識しております。小島委員 ありがとうございます。まあ、あのもう一つでコーディネーターの派遣なんていうこともやっていただいてますけどもなかなか私でもデジタル化ってよくわからないところもありますしたまたまなんかあのインスタの講習会なんていうのに参加させていただいてものすごいあの高度なことを考えてるんだなと思いながら受けさせていただきまして。 やはり専門家の立場でどういうふうに商店街を発展させていくかというアイデアがなければなかなか商店街の方々の自力では難しいと思うんですねデジタル化にとっては、まあ、あれが必要だからとりあえずやっていこうとかとりあえず SNS 始めてみようとかこういったところにとどまりがちですのでもう一歩踏み込んで応援いただきたいなということをお願いしつつですねあの先日ちょっと補正予算でやらせていただいた 商店街等消費活性化支援事業ということで、まあ、要はプレミアム商品券を出したりとか、そういった事業なんですけれども、少し触れさせていただいたのが、生活者支援になっているかどうかということでありまして、まあ、先ほど生活者支援になっているよということで、ご答弁もあったわけですけれども。 一方で、あまり他の都市の制度を褒めるのは好きではないですけれども、お隣、大津市でおそらくタイミング的に同じような国庫補助を使って始まっているだろうというところに、大津割というのがあるそうでして、これを見てると、全体で1つのシステムを構築して、LINE を使っているそうですけれども、それで地域のお店で買うことを条件に割引が受けられるということ。まさに、まあ 今物価が高騰しているのでその分割引きますとその分に予算を出しますその代わり全体としてのシステムで地域のお店で使えるサービスを提供するということなんですね。 これ何がいいかなということで私で考えるのは、つまりは商店街ということで限定しないので、まあ、消費者自身で選んでいただける、今までその商店街、また商店で買わなかった方も利用しようと思える、そういった後押しになってくるということ、また、かつ消費者の側からしたら使いやすい、そしてもう一つは各商店街でやらないので、おそらくこれ、裏でかなりの事務費がかかってるはずなんですね。 それぞれの商店街に補助金を出してそれ,でそれぞれの商店街が工夫してやられる中でおそらく事務委託されることも多いと思いますのでどの,あたどの程度各商店街に任せることでこの事務費かかっているかいないか分かるかどうかちょっと今現状分からないですけれどもそのあたりについてもまああの商店街各個別を応援するのかそれか京都市としてシステムを構築して応援するのがいいかこのあたりお考えをお聞かせください。 野口室長ありがとうございます、えー、プレミアム付き商品券とかです、ねえー、ポイント還元事業につきましては、えー、先ほどもあの補助金額を2倍にしていると申しました、えー、とこれはまあ波及効果、経済効果というのも大きいという意味と、えー、事務的な経費も、えー、かかるだろうということで、えー、2倍に設定しているところでございます。 えとあとえ今回、商店街のまあ力を生かそうということでえまあこのようなあの仕組みの,あの商店街にあの主催者になっていただいてプレミアム付き商品券などの事業をえさせていただいておりますえと数年前、5年ほど前にはあの京都市版のプレミアム商品券ということもえさせていただいておりますえとまあその場合、ですねやはりあの地域の商店街にまあ落ちるお金がまあ少なくなると。 まあ生活者にとってはまあ大型店舗でまあお買い物便利なお買い物をするという側面もあろうかと思うんですけれどもどうしても大型店舗にえそういう販売が集中してしまうということであの商店街をできるだけ生かしたいという思いを持ってえ今回はこういうような仕組みでさせていただいているところです。小島委員 ありがとうございます今、途中でおっしゃったみたいに、やはり事務費はその分だけかかっているということですので、事務費がかかるというのは、その分だけ消費者に行き渡る額というのは、これは少なくなるということですので、この辺はご留意いただきたいなということで、お願いを申し上げます。 まああのこればっかり申し上げてもあれですのでまああの私として申し上げたいのはやはり商店街独自でこのデジタルについてはやっていくところには結構無理があるというところその辺りは全体として応援いただきたいなと思いますしそこにこそ専門家の派遣ということについてぜひご検討いただきたいなということそしてそれによって まあこのお祭りごとというのは行く方も楽しいですし商店街も一致団結するということでいいんですがやはりまあえ一過性のものに終わってしまいがちですので今後を見据えて商店街としてどうやってやっていくかということについて今え現状考えたときにはどう考えてもまあデジタルという観点これは否めないわけですからこのあたりはしっかりと継続的に応援いただいてそして発展をさせていただきたいなと思っております。次に 伝統産業ということについてお伺いをいをたします改めてお伺いしますけれども、伝統産業、京都市は74でしたね、74伝統産業品ということで認められているという中で、国から伝統的工芸品と、間違えましたね、伝統的工芸品、でってますね国から17、そのうち74のうち17は伝統的工芸品として認められていて、そのほかに京都として認められている。 この間お伺いしたら、その中にさらに京都府が認めているのが33あってということで、細分化されているということでありますけれども、まあ、その17については、伝統的工芸品として言われているんですけど、京都市は伝統産業という言い方で呼ばれているんですけどこのあたり、伝統工芸なのか、伝統産業なのか、教えてください山口室長。はいえー 京都市といたしましては、産業あの74品目すべてを産業として将来にわたり継承を発展させて、経済の活性化につなげることに力点を置いてまいりました。今の時代に合った新たな商品として生き残ってほしい、そしてそれぞれが自走してほしい、こういうふうに考えているものでございます。小島委員あありがとうございますすべてて産産業であってそれをで、えー、観光産 産業観光局として応援をされていると。 ということであったんですけれども、一方で、先ほどからやり取りさせていただきたみたいに、今後、発展するから、また発展を後押しするために、産業観光局として補助を出して、支援を出してやっていくということなんですけれども、残念ながらですね、伝統工芸として、京都が誇る文化として守っていくべきというのがこの74であるわけですけれども、おそらくこの74すべてが今後、産業として全部後押ししてやっていこうというのは、難しいものもあるんではないかと。 このように思ってます。現状としてもうほとんど担い,い手がいらっしゃらなくてほとんど家族だったりお一人だったりで守っていただいてたりととにかく後につなぐということが精一杯で継続守っていくことが精一杯なものもこの74には含まれていま いいいる一方でおっっっしゃってたたただいた西陣織だ織り私でしたらやはり清水焼団地があるので清水焼とかそういった一番スペックの高いような伝統産業とこれが74のうちにすべて散らばっているということが一定この事業の効果というものを曖昧にしてしまっているんじゃないかという懸念があるんですがこのあたりのお考えをお聞かせください。 山口室長。我々は難しいとは考えておりません例えば市内に数軒しかない小規模事業者につきましては手仕事工芸品店としてまとめて認定をいたしましてそのうちの事業者で構成する伝統工芸連絡講和会では品目が違うもので固まって展示会をやったり販売会をやったり意欲的に売上向上の取り組みをしておられます。 また小規模の業種も含めまして本市では春秋会これも横の取り組みですが未来の名所若葉会といった業種を超えた横断的な団体グループもありそういった団体としていろいろなことをやっておられ職人の実演であったり制作体験を精力的にやっておられます。今後とも74品目すべて 伝統産業製品といたしまして伝統的な技術を継承発展させていきたいというふうに考えております小島委員ありがとうございますおしゃるにそのグループを組んでやっていくというのは素晴らしいなと思ってますしぜひ、まあ、京都ブランドというのをが世界的に通用しますからこのあたりでやはりあの世界に売り込んでいただきたいなということで思っております、まあ、今このような言い方、まあ、少し意地悪な言い方を申し上げたんですけれども、まあ どういった背景があるかということで申し上げればあ,のある伝統産業を取り組まれる方からやはり74あってで京都、逆にこのたくさんこのそもそも伝統,工芸伝統的工芸品が240あるうちの17も京都にあるというところだけでも多いのにさらにそこに加えて57加えて74ありますとこれで京都市から行く力が分散してるんじゃないかと。 という懸念を持っていらっしゃる事業者の方もいらっしゃるということ、そして私としてもう一方を懸念しているのは、産業として応援することによって、一方で産業としてなかなかやりきれないという方々が取りこぼしてしまわないかということですね。文化として維持,維持して守るべきなのに、産業として応援するからこそ、なかなかしんどいなという方々がいらっしゃるんじゃないか。むしししろ伝統工芸ととててまた文化として 文化市民局の範囲で,です、ね、この辺りしっかり守るべきではないかと思うんですがこの辺りご見解いかがでしょう山口室長文化市民局におきましてはアート市場の活性化に向けた展示・販売会を数多く行っておられましてその中で伝統産業品も対象といたしましていろいろなイベントに出ておられます。でですので そうした取り組みもあると、そして文化財保護行政におきましても文化財の修理助成といたしまして、例えば伝統建築であるとか伝統産業に関わる事業者につきましてもいろいろなさまざまな支援、補助を受けております。ですので、京都市総体といたしまして74品目すべての伝統産業の継承発展につなげていきたいとこのように考えております。小島委員 ありがとうございますあの文化市民局ということで申し上げたのはアーツエイド京都とか最近その文化に関心を持っていらっしゃる方からかなり寄付も集まっていて応援をされているということですのでこのあたりはあの今おっしゃったみたいに適切な役割分担ということを今後もお願いをさせていただきたいなと思っておりますで具体的な制度について少しお伺いしたいんですけれども令和3年度で廃止になった伝統産業振興事業補助金と いうこととそして令和4年度から開始をされた伝統産業未来構築事業補助金というものについてこのあたりどういう趣旨が変わっているか令和4年度に創設をいたしました伝統産業未来構築事業につきましては令和3年度まで実施しました。 先ほど紹介がありました伝統産業事業構築補助金を大きく見直したものでございますその伝統産業振興補助金は業界の展示会や商品開発にかかる補助金を交付するという事業でしたこれを未来構築事業に変えました内容は業界団体やグループが意欲的に多分野の事業者と連携をして実施する現代のライフスタイルに対応した新商品開発や販路開拓 後継者育成、技術継承につながる事業に対し補助金を交付するとともにセミナーの開催や事業の新築など年間を通じて伴走支援を行うことで今後の自走化の後押しを行うというものでございます。この事業からは例えば漆塗りのサーフボードや共評具の技術を活用したランプシェードなど 数々の先進的な取り組みが生まれております今年度からは新たに海外展開枠というものも設けております事業者が様々な取り組みに前向きにチャレンジをして実装化をするこの取り組みに我々は支援をしていきたいというふうに考えております小島委員 ありがとうございますあの。最初に申し上げた補助金の見直しの方針、またコロナ禍ということも合わせて、補助金の在り方を変えていただいているということですので、ぜひ意欲的な伝統産業のグループ、まあ、先ほど別の伝統産業とのグループが生まれているということもお話いただきましたし、ぜひ応援いただいて、海外展開を含めてです、ね、ぜひ今後もよろしくお願い申し上げます。えー、まだ長くなっておりますが、まだ少し時間がありますので、気になっていることについてお伺いします。農業用水についてなんですけれども、 山科区も今日山本修司議員からもありましたけども、まあ、田んぼや畑たくさん残っておりましてで農業用水というのが普通に街中にございますで、まあ、私も農業用水についてご相談を受けることも多いんですがこの時にわりと困りますのがどこが所管をしているのかということについて建設局が所管をされていたりまた観光えー <laughs> 産業観光局が所管をされていたりまた別だったりということで、まあ、非常に分かりにくくなっておりましてこのあたり用水についての考え方というのを改めて教えてください宿院はい、室長水路の管理ですけれども、えー、と底地とか構造物を管理する財産管理とそれから草刈りとか泥揚げなどを行うあの流水機能、まあ、つまり水がスムーズに流れるための管理を行う機能管理と。 二つあの管理形態がございますであのその水路の底地が本市が所有しているかしていないかでまず分かれますで本市が所有してない場合は農家団体にあの管理をすべてお,、ま、お願いをしておりまして京都市としましては補助による支援等を行っておりますで本市が、えー、底地を持っている場合それが農業用で使われておりましたら産業観光局が あの管理をしてでただ機能管理については農家団体の方と一緒に管理をさせていただいている。で農業用の 機能がほとんどなくってあの都市ですので、雨水が流れ込む排水機能だけになっている場合は、建設局または上下水道局が管理している、そのようになっておりますが、あの常に3局で連携しておりまして、あの非常時につきましても連絡が、えー、と共有できるような体制にはなってございます。以上ですす小島委員ありりがとうございますあの近年やはりこの用水を使われる 方農家の方が少なくなっておりまして私も実際ご相談を受けた案件ではもう一件使っていらっしゃるかいないかというような用水があるんですけれども今のお話聞いてて懸念しているのはそういった場合ですね今まで農業用水農業で使っていた場合農業を使っておられなかったらじゃあ所管は建設局に行くということここが1点とあともう1つはその 農業用水に関してはある時期に行って国からお金が出て底地を全部買い上げたというようなお話ではなかったですかねあのそんなことを聞いているんです今の話で、えー、農,農家の方が現在持っていらっしゃる用水が今後使われなくなってきた場合農家の方がいらっしゃらなくなった場合こういった時に用水は今どうして行かれるのか教えてください職員室長、はい、あの国からはあの買い上げたというよりは一括譲用 という形でえー、っと京都市に降りてきまして、その時に建設局が完了するか、それから農業用の場合は産業観光局が管理するかというように分類しております。ただ、あの議員がおっしゃる通り、農家さんが減少されて農地が減っていく中で、農業用の用途がなくなったものにつきましては、えー、っと産業観光局と建設局と上下水道局とで話し合いまして。 農業用水路に治水機能を付加した雨に強いまちづくり推進事業というネーミングなんですけれどもそれであの水路の移管を。 順次行うこととしておりまして、どの水路を移管するかを決めまして、で移管するための例えばあの水路の漏れとかがありましたら、産業観光局の方で修理して、建設局がスムーズに管理できるような形にして引き渡す、そういった事業に取り組んでいるところでございます。小島委員。 ありがとうございます。えっと、国から一括譲与されたということなんですけれども、えっと、今後もそれは可能なんですが、今後もし使う方がいらっしゃらなくなった、そういう用水があったとして、こういうことを懸念しているんですけども、今後もそういうところがあった場合には、同じくこの国から譲与というのものが受けられるのか、この京都市が買い取らないといけないのか、このあたり、ご見解、いかがでしょうか。宿院室長。 あの国が所管していた水路を一括常用されましたので今あの、多少のその時の錯誤はございますけれどもその時にすべて常用されたという位置づけになっておりますで、もともと民間が所有し民間が管理していた水路というのはそれとはまた別のものになりますのでそれはあの民間の方で、えー、と管理をしていただくことになるかと思います小島委員。あの 今、京都市が管理をしている、まあ、所管をしているその用水に関しては、えー、3局で話し合ってやっていただけるということですけれども、今のお話だと、まあ、今、農業家の方が実際持っていらっしゃる用水が今後、使われなくなってきた場合には、正直、方法がないということで、えー、思いますので、このあたりについては、一定、今現状、そういったところがあるのかないのかも含めて、一定、ちょっと検証をいただきたいなということを、お願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 進行いたします平田委員、はい、平田委員よろしくお願いいたします私からもま細かな点について少し質問をさせていただきます最近の京都経済は新型コロナが五類に引き下げられまして 経済活動が正常化しているとともに個人消費も改善の兆しを見せています観光においても国内海外からの観光客が回復基調でコロナ前の水準に迫る勢いで大幅に改善してきています企業の設備投資なども2022年度3年ぶりの増額となるなど、まあ、底堅く推移しているとこうした中にあって業種にばらつきはありますが 全体としての企業マインド、景況感は全、えー、緩やかにま持ち直してきていると、このように足元で回復が進む一方で、世界経済の減速懸念、日本円の円安、物価高騰、エネルギー高、担い手不足や雇用問題など、課題が多く、産業 観光局の皆様には引き続きしっかりとした事業者支援物価高騰対策をやっていただきたいということを冒頭お願い申し上げまして質問に入りますよろしくお願いいたしますまず先ほど述べましたような現在の京都経済の状況を踏まえながら京都の事業者中小零細企業個人事業主をしっかりと支査支えしていかなければならないという観点から 先ほどの小島委員の質問と多少重なる部分があるかもしれませんけれども商業振興対策ということで商店街のキャッシュレスそしてまた DX チャレンジの支援事業につきましてお尋ねをさせていただきたいと思います。 これまで国の方でも総務省や経産省を中心として数年前から2022年のデータですけれども海外でのキャッシュレス率は韓国が93.6%中国が83%イギリスが63.9%というデータがありまして日本は4割を切っている36%という数字でございます。 京都は観光都市ということもありますので、世界中から観光客が来られる都市ということで、キャッシュレス決済については、他の日本の他都市よりも力を入れて取り組んでいく必要があると思いますけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか野口室長、はい。キャッシュレス決済についてでございます。えー、と本がが直接実施する取り組みではございませんが あの現在のようにキャッシュレス決済が普及する以前の平成4年にですね京都市内の複数の商店街が任意団体としてスタートさせた合同会社キックスというのがございます。これの本市としましても設立当初から支援してきた経過がございます。キックスといいますのは市内を中心に比較的規模の大きい 約50の商店街と組合等が参画される団体あの企業でございまして、京都市も出資している企業でございます。そのスケールメリットを生かされまして、約40種類のキャッシュレス決済が可能な端末の設置、契約、生産等の一括処理、決済事業者と連携したキャンペーン等の実施を通じまして、市内の商店街におけるキャッシュレス決済の普及を 先進進的に推進しておられますまたこれまで本市としての取り組みとしてはご紹介ありました商店街等キャッシュレス DX チャレンジ支援事業のほかですね中小企業デジタル化推進事業等の各種補助制度におきましても商店街や組合事業者が実施するキャッシュレス化の取り組みも補助対象にするなど積極的に取り組んでいただけるよう支援してまいりました。引き続き続 KICS や京都商店連盟、京都府などとも連携しまして、導入のメリット等を丁寧に説明しながら、キャッシュレス化のきっかけ作りも含めて、しっかりと取り組みを広げていきたいと考えておりますすす以上です平田委員ありがとうございます、まあ、本市もこれまでさまざまなところで、キャッシュレス化、DX 化については、一定取り組んでこられたと思います。 商店街という枠で捉えると、本市にある商店街が大体150ということですけれども、150の商店街のうち、どれくらいの商店街が今、キャッシュレス化に取り組んで、全体としてどれくらいキャッシュレス化が進んでいるか分かる範囲でお答えいただきますでしょうか。野口室長。 キャッシュレス化の進捗状況についてでございます商店街へのヒアリング等からですね外況の把握に努めておりまして約150ある商店街のうち、まあ、観光地や中心市街地を中心に50から60の商店街でキャッシュレス化の取り組みが一定進んでいると見ております一方で個々の商店単位での導入率は国の調査で6割から7割程度とされております われわれの肌感覚として京都の商店街におきましては経営者や顧客の高齢化の課題と相まってそれよりも低いのではないかと推定しております平田委員昨年の二次募集のチラシを見るとキャッシュレス決済端末購入や w i f i 環境の整備事業のデジタル化オンライン化など 今年度とと同じ項目となってます昨年度にこの補助金を使って端末の購入や w i f i の環境を整備した商店街などからするともっと他に使いやすいメニューを作ってほしいというような あ、あのが事業者の心理かと思います。けれども、そういった声は聞かれてますでしょうか？また、昨年度と比べると専門家による研修の項目だけ補助金はごめんなさい。補助率1/2から3分の2に引き下げられて補助上限額は100万から30万と引き下げられています。このあたりま午前中の質問でもお答えになってたかと思うんですけれども、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 野口室長令和4年度の新規事業としてこの事業を取り組みまして商店街の方からはやはりキャッシュレス化デジタル化を進めるためにはまずは専門家や勉強会というのが必要であるというような声が多くございましたこれを踏まえまして今年度の研修事業の補助率を1 2分の1から2 3分の2に引き上げまして また研修を通じてより実践的な取り組みに意欲を持った商店街等を支援できるように昨年度は1団体1申請に限らせていただいていたんですけれども研修事業と研修以外の事業それぞれ1回ずつ申請することを可能とさせていただいてより使いやすい制度の見直しを行ったところです。 またチラシの方に例示しておりますメニューや取り組みはあくまでも一例としてご紹介しているものでございますデジタル化に向けた幅広い取り組みに対応していただける補助金となっておりますのでできるだけ多くの商店街団体にご活用いただけるよう我々たちとも努力してまいりたいと考えております以上です。平田委員 先ほど小島委員もおっしゃってましたけれども商店街の DX 化キャッシュレス化といったものは商店街の事業主の皆さんがですね高齢化してきているというのもありましてやはり行政などがしっかりバックアップして進めていっていただければという,ふうに思いますのでよろししくお願いいたします DX 化とは別にですね最近、商店街の規模にもよりますけれども市内の商店街の空き店舗がかなり目につきます。 もともと集客の弱いような商店街では空き店舗の多い商店街がありましたけれどもコロナ禍の際中心,街ですねえ中心部の繁華街でえ家,賃の家賃が高い等の理由からまあかなり空き店舗が一時期増えまして現在もいまだに借り手が見つからずに空いたままになっているテナントが数多く目につきます。この 決算実績報告書の空き店舗対策。事業法、え、空き店舗対策事業補助こうい。これはどういった取り組みをされて、どういった効果が出ているのか、えー、教えていただければと思います。野口室長。はい、ありがとうございます。えー、本市におきましては、商店街等環境整備事業補助金の。 メニューの一つとして空き店舗対策事業として実施しております。これはあの商店街自らがでらが、ね、商店街内の空き店舗を活用されて、まあ、商店街の活性化につながる、まあ、施設を設置・運営する事業に対して支援を行うということで補助率としては3分の1補助上限としては500万円という事業となっております。直近の活用事例といたしましまては 令和4年度、北区の商店街におきまして、地域の高齢者や大学生、子どもたちが集えるコミュニティ施設の整備に活用されました。令和3年度は右京区の商店街において、カフェや観光客が利用できる休憩スペース等が入るコミュニティ施設の整備に活用されております。 えっと我々といたしましては、その他、保育サービス施設ですとか、高齢者、交流等のコミュニティ施設とか、地域農産品のアンテナショップ、新規開業を目指す試験的な開業を支援するチャレンジショップなどを想定しておりまして、商店街のえ自らの発意のもとで,で、取り組みを進めていただけたらというふうに考えておりまして、補助を行っているところでございます。平田委員 どうしても空き店舗が1つ2つありますとそれだけで商店街自体がさびれて見えるということもありますのでぜひ引き続き取り組みをお願いしたいと思います最後にですね商店街ではなくて農福連携についてお伺いします農福連携という考え方は2016年頃から始まりましてこの数年でこの取り組みがいかに重要であるかということがまあ広まってきたように思います 農業分野、福祉分野それぞれに課題があって担い手不足と高齢化福祉分野においては障害者の方々、高齢者の方々の介護支援自立支援などさまざまな形でサポート体制が整ってはきていますけれどもまだまだ十分な状況とは言えず農業、福祉の両面の課題を解決する政策として期待されているのがこの農福連携です。 私も最近縁がありまして本年からですけれども京都市内のネギ農家の方と山科の名前を伏せますけど病院さんのグループの福祉施設にご協力をいただいて農福連携の取り組みに携わらせていただいていますその上で最後に農福連携による新京野菜普及促進事業という いったものはどういった取り組みをされてどのような成果が今出てるのかお聞かせいただけたらと思います宿院室長、はいえー、農福連携による新規野菜普及促進事業でございますえっ、ー、と令和2年度から取り組んでおりまして、えー、障害者の就労や生きがいづくりに貢献しながら農業の働き手を確保するという考えのもと取り組んでおります 具体的にはあのスパイスメーカーと,、えー、と京の貴真珠といいまして新京野菜の一種なんですけれどもその実を選別してスパイスメーカーにスパイスとして商品化していただくでその実の選別が、まあ、かなりあの細かい作業ですので、えー、と福祉施設等で選別作業をしていただいたものでございます。ただあのその 取り組みの中で施設の方としましても黄色い実を商品化してするための選別をするんですけれどもまだ青い実も混じっておりましてその青い実を施設の方でえ水王のゆずと合わせてゆずこしょうを生産新商品開発をされたりですとか山品の方であのパンを作ってイベントを1日限りだったんですけれども取り組まれたりとかそういったことを。 にあの、えー、と令和2年度からしておりました。以上でございます。平田委員、えー、まあ、農福連携、まあ、全国でさまざまな取り組みがされてまして、えー、まあ、高齢者の方々の支援だとか、障害者の方々の支援、でまあ、担い手不足である農業の、えー、事業主の方のまあ どちらにとってもウィンウィンな関係が築けるということですので、まあ、ぜひこの農福連携しっかりと今後も行政としても取り組んでいただくことをお願い申し上げまして私の質問を出していただきます。進行いたします委委員、はい、天形委員 最後になりまますすけどよろししくお願いします、えー、っと私の方からは、えー、地域企業応援プロジェクトということで、えー、中小企業振興対策、えー、約5500万円、えー、令和4年度は決算を迎えました、不、ま、要、あ、額についても約5%ほどかなというふうに思いますけど、えー、これの中あー、たくさん事業していただいています。 まあ、事業の承継をいかにしていただくかというようなこともありますし、そもそものまあ中小企業の強化をしなければならないということで事業を打っていただいているというふうにも思ってますけど、私の方からはまあ2点、質問をさせていただきたいと思います。 えまず1点は、地域企業担い手交流チャレンジプログラムというようなことでございます。まあ、簡単で結構でございますので、この事業をどのようなものか、お尋ねをしたいと思います、はい、山下糸仕事環境整備担当部長、はい、地域企業担い手交流チャレンジプログラムについてでございます。 この事業は大企業から中小企業などへの在籍出向という新たな手法を地域企業に提案することで地域企業の経営課題の解決担い手の交流企業間連携の強化を図るものでございます具体的には次期リーダーのレンタル移籍というものとミドル層のインターンシップというものがございますこちらについて制度導入支援それからマッチング フォローアップの三段階で一貫した支援を行っているところでございます。こちらは職業安定法に基づく職業紹介事業者資格を持っております公益財団法人産業雇用安定センターと連携をして実施しているものでございます。天方委員はい、えー、地域企業と言われるまあ中小企業に対してのまあ対策であるということです。で、まあ大企業からのまあ 結果としては、そちらからの人材のまあ派遣をされて、中小企業が生き生きと活躍をしていただくというようなことだというふうに思っておりますけれども、しかし、大企業でお勤めになられる方も、いろいろこれ、活躍の仕方があると思うんですけど、大企業においては、仕組みがしっかりと作られている、そして、 もちろんいわゆる法令なども遵守をしながらそして大きな会社となりますと、まあ、商品や情報について広く提供するというようなことで、まあ、何が言いたいかと言いますとその仕組みの中でお仕事をされているというようなことでございます。で一方ではは中小企業につきましては ある一定の人数の中でその会社を経営をしていく運営をしていく社長であるけれども自分もしっかりと総務の役割や経理の役割やそして営業の役割もするというようなことで機動的に中小企業で働く方もおられるというような状況ですですから必ずしも大企業に所属をされている方がその中小企業へ行ってですね そしてマッチングが上手にできるかということは、ちょっと課題があるようには思うんですけど、今までの、まあ、特に令和4年度の成果について、えー、お話をいただけたらと思います山下部長。ははい今委員からご指摘ありりまましした通大企業におきましては、まあ あの組織の中の一員として業務をされているということでえそういう意味でおいては逆に言いますとあのまあその部門のスペシャリストであったりとかえ大企業ならではの,まああのスキルというのもあろうかと思いますで一方でえ中小企業においてはえお一人お一人の社員がえ経営に近いところでお仕事をされているといったところに大企業の方がえまあ行かれて経験されて得られるものも多いのかというふうに感じております で本事業、先日も新聞に取り上げられておりまして、少しご紹介させていただきますと、受け入れをされた中小企業様のコメントも記載されてまして、社員は現状に暴走されて、新規事業に挑戦できない中、企業ブランディング等に携わっまああの派遣された方に携わっていただいて、他の社員の刺激になったというコメントでありますとか、 あるいはこの大企業からあの派遣された方のコメントとして本来なら転職しなければ得られない経験を社内に持ち帰ることができたというところをご紹介されているところでございます。我々もあの日頃あの経理企業送り出し企業あのヒアリングしている中で同じようなあの評価をいただいているところでおおむね好評な評価をいただいているものと考えております。天川委員。 はいあのまあ、報道で紹介されたようにそういう好事例にあのなることを、まあ、期待をしたいと思います、まあ、すなわちその大企業でしっかりと活躍されていたその部分を、まあ、中小企業に、まあ、導入をするで、まあ、中小企業の活躍を望むわけですからその中小企業の実態がどのようにあるかというような観点の中で大企,業大企業から来られて そしてその中小企業が生き生きと活躍ができるように、そういうふうにお願いをしたいと思いますけど、今までの実績、お尋ねをしたいと思います山下部長、はい。こちらの制度の活用状況でございますが、まず企業の参加の状況でございます、送り出し企業でございますが、こちらは中小企業への在籍出向を。 まあ人材育成に役立てていく企業ということで主に大企業ということで開拓を進めてまいりましたで現在17社となってございます。 それから受け入れ企業、中小企業でございますが外部の中核人材を新たな手法で活用して経営課題の解決に挑戦する企業ということで54社、今、登録をいただいているところでございますで令和5年までの出向の契約締結数ですが直近の9月のものも含めまして40件となってございます。山形委員 まあそのようにしてまああのマッチングをさせていただいてまあ数を追うんではなくて実質的にその中小企業が活躍をしていただけるというふうなことでこの事業の効果を発揮をしていただきたいと思っていますで次でございますけど就職氷河期世代活躍支援事業というようなことで 予算を予算で5,500万の予算の中でやっていただいているというふうに思ってます。就職氷河期世代でございますけど1970年生まれから1982年生まれということで私も1970年生まれでございますけど今で言いますと54歳から42歳の方がこの就職氷河期に えー、会われた当たってしまったとというようよなことです、まあ,あの能力が高いとかあ、えー、学歴があ整っていたりそして一生懸命、まあ、あいろいろと活動されて本来はある一定の就職の際の人数定員に認められて、えー お仕,事があお仕事ができるというようなことからあその時代に大学を卒業をして高校を卒業してそういう形で結果として、えー、正社員になれずに今現在に至るというようなことで、えー、不運があったというその世代でございますけど。 この支援事業どういった内容で今取り組みをされているかお尋ねをしたいと思います簡単で結構です山下部長はい、えー、就職氷河期世代活躍支援事業についてでございます 事業実施の背景ですけれども、先ほど委員からお話ありましたとおり、就職氷,氷河期世代の方の、特に1993年から2004年ごろの10年間に、高校や大学を卒業した世代の方々、こうした方々が就職が決定せずに卒業して非正規雇用で働かざるを得ないということが続出したという経過を踏まえまして、国において各都道府県、 それから経済団体等と連携して就職氷河期世代支援を進めることとされましたであの京都におきましては、えー、京都労働局それから京都市京都府経済団体などで構成します、えー、京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォームを設置しオール京都で取り組みを進めているところでございますで本市につきましては、えー、若者就職支援センターの中に 就職氷河期世代活躍支援コーナーを設置いたしまして就職相談セミナーを実施したりあるいは LINE を活用しましてオンライン就労支援サービスキャリアジム教徒というものを立ち上げまして求職者へのアプローチを実施しているところでございますこのキャリアジム教徒というのはご自身のスキルとか職業に関する質問を まあ、LINE の中で回答いただければ、AI が利用者と相性の良い企業を提案したりとか、キャリア相談につなげていくことができるというものでございまして、令和4年度には5000人の方に新たに登録をいただいておりまして、直近、この9月時点で累計1万人の方にご登録をいただいているところでございます。このまあ世代に当たったっ方はもちろん学校出ますと まあ今で言いましたら65までとか70まで社会でお仕事をして活躍をしていかなければならないでないとまあ生活ができないというようなことですで実態としては2つのお仕事を今でもまあ掛け持ちをして生活をされているそしてまたまあ結婚がしたいと思っても なかなかそれがかなわず単身者のまま生活をされているというようなことで一方では結果として低所得であってそして日常を忙しくバタバタしているというような状況の中でこのような京都市が京都府とそして労働局と一緒になってですねある意味その世代の方に アクセスをしていただければならないと思っています、その場合、このようにして、京都市若者就職支援センター内、センターがあったりですね、こういう、いわゆるチャット、LINE 上のチャットがあったりというようなことで、事業をしているのに知っていただいてないというような状況が出てきたり、出ているかもしれません。 ですから、そういう状況について、どのようにまあアクセスをしていくのかをお尋ねをしたいと思います山下部長。はい、えー、京,京都労働局、京都府、京都市でさまざまな取り組みをしている中でございますが、えー、とりわけ京都市の強みと考えておりますのは、えーまあ、委員からのご紹介もありましたキャリア事務京都この LINE のアプリを使った、えー、取り組みでございます。であの就職期世代の方ななかなか あのーまあ、居場所がわからないということもありますしあるいは、えー、なかなかその、まあ、今、委員からもありました通り、えー、2つの職業を掛け持ちをされているとかいうこともございますそういった意味で、えー、この LINE の取り組みでございますと24時間アクセスいただくこともできますしまた、あのー、対面いきなり対面ということではございませんので、えー、活躍活用いただく最初のハードルを低くできると。 いいいううとところでで非常にに強みでないかなかうう考えておりまあそういった意味で先ほど申し上げました通り1万人の登録者がおられますのでこういった方々にわれわれの窓口ももちろんそうですがハローワークあるいは京都府の窓口も導入さ誘導させていただきながらお一人でも新たな職場雇用につながるように取り組みを進めていきたいと考えております。天方委員はい 今、キャリア事務京都につきましては、まあ、1万人の累計であると思うんですけど、1万人の登録者が数えているというようなことです。でまあ、令和4年度の実績でございますけど、これ、キャリア事務京都の登録者数が5127人で、相談者数ですけど、これ、窓口でしょうけど、2117人。 でまあ千人単位で、まあ、令和4年度は実績があります、しかし、就職者数という意味では34人というようなことでございますから、あそうやって、まあ、キャリアジム教都や相談窓口で、その件数に対して、まあ、就職者数が34人ということになっていますので、 もう少し、まあ、あの頑張っていただけるのかなというふうに思いますけど、これについての評価はどのように考えておられるのかをお尋ねをしたいと思います山下部長、はい。この氷河期世代活躍支援事業につきましては、先ほど申し上げました労働局、京都市のプラットフォームで取り組みを進めております。 で令和2年度から4年度にこのプラットフォームで6000人の正規雇用の就業の増加を目指して取り組んできたところでございます。で今現この3カ年で、ですね2年度から4年度の3カ年で労働局からは約8000人の増加と聞いているため、プラットフォームとしては成果が出ているものと認識しております。であの先ほども申し上げましたけれども、このキャリア事務教徒、 から、えーまあ、労働局、ハローワークに誘導しているケースも多々あろうかと思いますので、まあ、私どものマッチングの実績自体はなかなか振るわないところもございますが、あのー、そこは引き続き努力させていただくと同時に、えー、3つの団体で、えー、オール京都で取り組んでいる一端をこのキャリア人京都を軸にしっかりと担っていきたいというふうに考えております。浜方委員。 はい、今ご案内いただきましたけど令和2年度からプラットフォームというようなことで3年間そもそも事業をやってきたというようなことでございますで今令和4年度の成果であったというふうに聞いております、えー、まあ京都市としては34人の令和4年度の就職者数ということで認識はしているけれどもしかしこれはそもそもは、まあ、雇用の観点で言いますと まあ京都市もこの頃すごく活躍をしていただいてますけどまあ、国とか府が頑張っていただくというようなこともございますから3社でしっかりと協力し合ってですね、えー、雇用に結びつけていただきたいと思いますのでよろしくお願いします終わります以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしましたこれで本日の産業観光局の審査を終わります理事者お疲れ様でした 来週10日火曜日は午前10時から引き続き産業観光局の審査を行った後上下水道局の審査を行いますのでよろしくお願いいたします本日の分科会はこれをもって散会いたします委員の皆さんお疲れ様でした